おはです。ガチ君がヒゲの永久脱毛を考えてるそうですけど、カノ君は永久脱毛とか言ってます。ガチ君何考えてんの？言っちゃあれやけど、アホでしょ。言っちゃあれやけど、いや、俺ヒゲ永久脱毛してんのよ。なんでかっていうと、絶対的に似合わないって分かってるから、ヒゲが。ただガチ君最近さ、貫禄も出てきて、ヒゲめっちゃ似合ってんのにさ、永久脱毛したら絶対、後悔すると思うわ。やめた方がいいよ。一回脱毛しちゃうと、生えるのがまばらになっちゃうのね。で、まばらになっちゃうともう伸ばしようがないのよ。伸ばしても、汚いだけになっちゃうの。汚いってかもうまばらに生えてるからさ、ひょろんひょろんひょろんってしたやつが、適量に生えてるだけになっちゃうから、絶対やめた方がいいと思うわ。まあ、娘にこういう、みたいななすりつけはしづらいよね。普通さ、みんなさ、あれやん。まあ、偉い人がさ、偉い人とかが酔っ払ったらさ、いや、俺はこんだけ偉大なことをしてきたみたいな。そういうのが口癖になるやん。酔っ払った時の口癖みたいな感じでさ、毎回同じようなこと言ってるみたいな。この人また似たようなこと言ってるよっつって。梅原さんはそこ違うんよ。本当に気分よく酔っ払ってる時、どういう話し始めるかっていうと、俺のお腹は本当にサラッサラっていう話し始めるの。誰が興味あんのっていう。で、実際触ってみて、本当にサラッサラなんだ。本当にサラッサラなの。もうツルッツルしてんの。で、触るまでがワンセット。もうこれ、ほんと森抜きでこの流れ10回以上あるからね。俺の腹だよ。相当好きだよ、あの人、お腹のくだり、自分の。いや、腹すべすべはね、腹すべすべ系プレイヤー結構いるよ。梅原、風堂、三太郎。毛を剃った後痒くなるから薄い人マジ羨ましい。だからもうそれ、脱毛しちゃった方が早いよ、ほんとに。影なぁ、出るときあんな期待されてたのになぁ。梅原さんとかめちゃくちゃテンション上がってたな、そういえば。で、それでお互いラウンジやって、お互いちょっと気まずい空気になる。これ、強いんすかね。梅原さんも慌てて、いや、待って、ちょっと一回視点変えようとか言って。影の弱いところは置いといて、まあ、リーチ短いとか弱いところ置いといて、一回影の強いとこ探してみないとか言ってよ。ああ、影の強いとこですか。で、実際影の強いとこあったんだ。それが、ごめん。それが、グラつぶしの火力。ノーゲージグラつぶしは、こいつ、かなり高いぞ。そこで、冒険は終わったね。そこで冒険終わりました。探索は終了しました。ああ、確かに。グラつぶし減りますね、つって。やっぱリーチ短いってそれだけで低すぎるよ。あの時のアビゲイル戦とか前積んでたからな。火力なんてぶっちゃけ、どのキャラも出るんすよ。ぶっちゃけね。だから、大事なのは、いかに、その火力を出せる場面を作りやすいか。そっちの方が大事なんだよ、結局。どんだけ火力あっても、その火力が出らずに終わるってことがやっぱ多すぎる。影とかリーチ短いから。まあ今めちゃくちゃ出てるけど。これがいいのかい？あばんやん。よる。そう、ホンダシフトブレイクガチです。これがいいのかい？俺、ホンダの V シフトブレイクが強いのは納得性があんのよ。なんでかっていうと、弾に対して、弾キャラ苦手やから、ホンダは。弾抜き技ないから、基本的には。
だからホンダに、ホンダの V シフトブレークのリーチが長いのはすごい納得性あるんやけど、ラシードとか、チュンリーとか、玉抜け技があるようなキャラが V シフトブレークのリーチ長いのは、本当に納得性が低い。あそこちゃんとね、俺修正した方がいいと思うわ。多分そこまで考えて V シフトブレークのリーチ調整してないから。短いの誰？ザンギとかアビゲイルはひどいぐらいに短いよ。だからザンギが短いのは全然納得性あるのよ。あいつは結局そのアーマーで弾受け止めたりとかさ、ダブラリーで抜けれたりするから、ザンギの V シフトブレーク短い分には全然いいんやけど、でも本田さんシフトするとニョっていうの低くないですか？こいつニョっていうけ。あ、これこれのことですか？ニョ。確かに、このニョは納得性相当低いね。ああ、全然納得してない。こういうさ、ここら辺でさ、シフトすんじゃん。めっちゃ近いやん、これ。鬼近いやん。もう、絶対置き攻めいけるやん、これ。だから、ルークの V シフトとか、強いんだけど。ほら、全然投げ届かないのね。これがマジできつい。そう、これね、このキャラ差がマジできついのよ。もっとここのさ、当てた後の状況強ければ俺もなんかシフトブレークもうちょい活用したいなって思うんだけど、現状これだと落ち攻めもつかんし、この白ゲージ回復されたらめちゃくちゃピンチなのね。なんでかっていうと、向こうは結局 V ゲージ溜まるだけで終わる可能性あんのよ。だからそこまでしてここでシフトブレイク狙う意味ねえなって思っちゃうもん。リターンが超渋いんだよね。マジで白ゲージ回復されたら超ピンチだから。これは全然逆転できますよ。この組み合わせは悪くないからね、正直。うわ、うまい。中足の差し具合がうまいな。こっちも中足差し返して、いや踏み込みうまいわマジで。中足すかしてるつもりなんだけど、すかせてないね。いや、うまい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 。中足の差し具合がうまい。マジでドセンター。うまいとかをすべて承知しにすんのがホンダなんです。うわー、下手くそ。いや、さすがにもう中足刺さんないっす。言うてもう前管理完璧です。よし。あ中足がうまい。もう